あれ珍しいじゃんお前がこの時間まで残ってるのなんて何部活だったの違うんじゃあ何してたのふん俺には関係ないことはね え俺 <laughs> 俺はいつも通り夕焼け見ながらボケっとしてただけだよ <laughs> 案外これが結構楽しいんだよい <laughs> よねえねえ帰らなくていいのもう結構時間経ってるけど 俺と話したいまあ別にいいけどさねえ <laughs> 沈黙してるんだけどさ俺と話したいんじゃなかったの 話題がないうーんまああんまり普段から喋らないもんね幼なじみだけどうーんあそうだお前さ最近になってスマホあんまり触らなくなったじゃんなんで 別に意味はないね本当かな <laughs> まあいいことだとは思うけどね結構前はさ人が話してるっていうのに平気な顔して触ってたから、うん、ちょっと俺心配だったんだよ 何が心配だったかって <laughs> まあそういうのは自分で考えやうんやっぱり気になる何がってお前がこの時間まで何してたかってことだよ だってさ、この時間帯で学校に残ってるのって、大体が部活の連中か、まあ、あと、付き合ってるバカップルどもらがイチャイチャしてるかのどっちかじゃんえ最後のは偏見すぎるいや、本当のことだろ。んで教えてよ。気になるから。 大したことじゃなくてもいいの何マジで俺に言えないようなことでもしてたのじゃあなんだよ告白されてたああそういや まあ別にそうだろうとは思ってたけどまあお前普段からモテるもんな,ないや別にまあうん 会うのその告白してきたそいつとえ振ったなんでいや好みじゃなかったってああそうそうなんだ ねいや別にちょっと安心したっていうかなんでもないわでも少しだけ正直に言うとさお前のこと他の男に渡したくなかった とげ。